アニメたまゆら戦地巡り、ちょっとマッサン、広島県竹原市編の紹介をしていきます。アニメたまゆら人とせとは、2010年松竹株式会社からブルーレイ、DVD でアニメたまゆらが発売され、2011年にたまゆら人とせとしてテレビで放送されました。竹原市を中心にしたアニメとなっています。竹原市では町おこしとしてたまゆらが中心に使われています。マンホールになっていたり、まんじゅうが作られていたり、町中の箇所にたまゆらを使われた町おこしをしています。このたまゆらの聖地巡礼マップ、マンホールカードは道の駅竹原国道185号沿いにある道の駅でもらえることができます。まず竹原市とは、広島県中央南部に位置する竹原市、瀬戸内海に面した自然豊かな町です。江戸時代後期に製塩酒造業で栄えた歴史を持ち、現在も王子のお屋敷や由緒あるお寺のある町並みがそのままに保存されています。このアニメ「たまゆら」では、瀬戸内の美しい風景や竹原市の歴史ある町並みが忠実に再現されています。町並み保存地区で、その町並みを楽しむことができます。石畳と昔からのお屋敷のある通りです。ここから派生する小道も、その風景を保っています。西宝寺に来ました。この西宝寺はオープニングタイトルで出てくる西宝寺の石段です。この西宝寺、京都清水寺を模して建てられたといわれる不明確があるお寺です。京都清水寺にある赤い神殿風の建物、その不明確はたまゆらのみんなが集まるお気に入りの場所でした。立派な建物です。この不明閣からは竹原の町を一望することができます。北側に広がる町、西側に広がる町と違った風景を見ることができます。北側の風景はこの赤い建物を織り交ぜながら写真を撮ることができます。西側は竹原の街中の街並みを見ることができます。憧れの広場にやってきました。ここにはマッサンの竹鶴正隆、リタ夫妻の像が飾られています。この憧れの広場、竹のトンネルは毎年秋に開催される街並み竹明かり、竹原憧れの道の時、この憧れの広場に竹のトンネルが現れます。少しマッサンのことに触れたいと思います。公共放送でされていたマッサンの連続テレビ小説ドラマの中で出てきた竹鶴酒造の話です。竹鶴酒造は日華ウイスキーを作られていました。江戸時代中期から小田さやの屋号で塩作りをしていて、1733年から酒造りを手掛けるようになり、日華ウイスキーを作るようになりました。お抱え地蔵の方に向かいます。このお抱え地蔵は願い事を叶えてくれるお地蔵様です。願い事を祈りながら地蔵を抱え、想像したよりも軽ければ願い事が叶うと言われています。近くにはハートのコンクリートがあります。お抱え地蔵には横にノートを書く台がありました。恵比寿堂です。ポッテが写真を撮っていた恵比寿堂です。大林信彦監督の映画時をかける少女、1983年でも舞台となったところです。恵比寿堂から先も町は続いています。そしてここはカフェたまゆらの舞台となったポッテのおばあちゃんのお店のモデルのところです。
次に旧火災艇です。この旧火災艇はポッテたちが私たち展を開催した浜主塩田経営者の家として明治5年に建築されたお屋敷です。道の駅竹原に戻ってきました。そして竹原駅の方に向かいます。竹原駅では横須賀から引っ越してきたポッテを迎えた竹原駅お帰りなさいという石畳があります。横には観光案内所、警察署があります。呉線は玉浦で使われていた時代の電車は走らなくなってしまいました。すべて新型車両に置き換わっています。赤い電車が呉線を駆け巡っています。この煙突は三井金属工業の煙突です。町のどこからでも見える煙突でシンボルにもなっています。そして竹原駅から伸びる国道185号線までのアイフル316商店街に入ります。このアイフル316商店街の中では末広堂というところで玉浦まんじゅうを買うことができます。この玉浦まんじゅうお土産として買うと桃猫様のコースターをもらうこともできます。各声優さんのサインも書かれています。玉浦のポスターをもとに井口由香さんや明日美香奈さんなどのサインが書かれています。まんじゅうには桃猫様が描かれているようです。この商店街玉浦のキャラクターを探しながら歩くのも楽しいです。閉店となっているお店にも玉浦のキャラクターが描かれています。竹原は竹の町です。かぐや姫を模したキャラクターも描かれています。郊外にはバンブージョイハイランドというところがあります。アイフル316商店街は国道185号線と竹原駅約800メートルの商店街となっています。お好み焼き整理さんでは玉浦を題材にミニチュアの風景を外で作ってくれています。さてここからは竹原市郊外編に入っていきます。竹原市の郊外は車で約15分ほどの範囲に玉浦の舞台があります。この竹原港は大崎下島に行くフェリーが結ばれている港です。御手洗の歴史の見える丘公園からはマネのふるさとの島となっています。この大崎下島に関してはまた別の玉浦の港で紹介したいと思います。 Gパワーのグラウンドです。この Gパワーのグラウンドでは敷地内に入ることはできませんが、玉浦の舞台では竹原夏の祭りの花火大会の会場になっていました。国道185号からその風景を眺めることはできます。エデンの海パーキングです。エデンの海パーキングからは瀬戸内の多頭尾を見ることができます。先ほどの竹原港ですが、竹原港からは玉浦ラッピングのフェリーも出港しています。エデンの海パーキングに戻ります。エデンの海パーキングからはうさぎの島、大久野島を見ることもできます。大久野島はうさぎの楽園となっています。今では有名な観光地になっています。その大久野島のうさぎが描かれた忠の海駅は横須賀の友人千尋が竹原駅と間違って降りた隣の駅です。忠の海は青旗のジャム、有名なジャム、そして黒滝山などの観光スポットがあります。忠の海駅から大久野島までのフェリーは徒歩2分ほどで結ばれています。黒滝山はみんな竹原のみんなと千尋が友情を温めた標高266メートルの山です。アニメ玉浦聖地巡り竹原編でした。ご紹
会ありがとうございました。